にいるから。なるほど。彼ならアルベド先生に呼ばれたよ。私はスクロース、アルベド先生の助手。錬金術に関する質問なら私に聞いて、力になれるよ。私緊張しているように見える。ごめんなさい。普段は実験室にこもってて、外出も短、協力が必要なら私を呼んで。いらな、ありがとうな。オイラたち慣れてるから心配はいらないぞ。そうだよな。まさかあなた、フーマリウを倒したあの伝説の旅人。あなたの話をたくさん聞いたよ。いつか近く、研究。ごめんなさい、気にしないで。でもあなたならきっと。さっきからアルベド先生の話ばかりだな。そいつもモンドの錬金術紹介が遅れてごめん。アルベド先生は普段はティマイオスが錬金術を教えてるとこしか見かけない。はい、先生は世界の真相の探求に力を入れてて、先生の助けを求めるためにわざわざモンドに来る錬金術師もよく見かけるよ。わー、すごい。うん、でも最近先生の研究がうまくいってないみたいで、会う時はいつも元気がないの。あなたが体験した冒険はきっと先生も興味があるはずだから。インスピレーションの先生は礼儀をわきまえた人だし、彼を助けたらきっと相応のお返しをもらえるはず。それに需要を感じないぞ。お返しは、やっぱモラがいいな。アルベド先生は今ティマイオスと一緒に雪山にいるはず。案内した雪山の入り口で探してみて。先生は穏やかな若い。ごめん、どう説明。分かったぞ。大根スープには冒険者協会に依頼を出そうかしら。私の願いを聞いてくれるかな。隣国のリーウェイにはレイワとうちの貿易港があるんだ。錬金や研究の話になるとスクロースのやつ緊張だ。ここにいたんだね、ラザリアさん。合唱がもうすぐ。そういうのには参加しないって言ったよね。もっと大事なことがあるの。でも今回は記念的な行事だし、シスターのみんなには出席してほしくて。それは君の考えだし、他人の願いを叶えることは私の仕事じゃないわ。それは君こそ今回の行事の責任者よね。変だと思わないの？どこか変かな。今からモンドに戻っても開始時間に間に合わないわよね。君をはめるために誰かが仕組んだんじゃないの？そんなみんなはそういうことしないと思う。それは証拠次第じゃないかしら。それとも君は他人を疑うことを知らないの？安心して、君がこのまま戻っても誰も怒らないわよ。私が参加すると思ってないでしょうからね。これ以上もたもたしてると本当に遅刻しちゃうけど。そうだった、大事な記念行事、遅刻したらまずい。じゃあ戻るね。なんかあのシスター奇弁しか言ってなかった気がするな。さっきから気づいてるわよ君。気をつけろ、危険なやつだと思うぞ。少なくともずる賢いのは間違いない。あら、長い歴史を持つセピロス教会のメンバーよりも君のような素性の知れない浮遊物の方が危険だと思うけど。今の聞こえたのか？すごい小声で言ったのに。
浮遊物を連れた異邦人。なるほど、君が風魔竜を倒した栄誉騎士。その肩書きに免じて盗み聞きの件は多めに見てあげるわ。でないと君たちの返答次第では最悪牢屋に入れる可能性もあるから。あれ、モンドのシスターは不審者の確保も担当してるのか。少なくとも見て見ぬふりはできないでしょ。シスターにだって正義感はあるわよ。なんだか違和感があるけど、否定もできないな。君たちこそ何のために雪山に来たの？彼を探すならその足跡をたどってみるといいわ。雪が止んでからここを通る人は結構多かったから、まだ残ってるといいんだけど。もしかしてお前も彼を探しに来たのか？違うわ。これらの足跡に元素力が残ってたからね。職業病みたいなものよ。経過勝手に思ってなさい。私も彼の様子を見に行くから、行きましょう。足跡に元素力が残ってるなら、元素資格を使えば鮮明に見えるだろうな。アルベドは絵を描くのが。ここは視界が開けているし、風景も悪くない。素材としては申し分ないからね。でもヒルチャールたちに気づいてないってことはないよな。襲われたりしたら大変だぞ。うわあ！あ、うっかり驚かせちゃったみたいだ。とりあえずキャプラを倒そう。トリア！誰だい？なぜヒルチャールを驚かしたのかな？絵が完成してよかった。危うく特別なヒルチャールを見逃すところだったよ。けど、なんでヒルチャール？みんな似たような顔じゃないか。説明するには複雑だから、僕の絵を直接見てみるといい。それらはどこにでもいるヒルチャールだ。時間をかける価値はない。でもこいつを見て、体格も毛髪も姿勢も他とは違う生命力を感じるだろう。繰り返される原始的な集団の暮らしの中で、そういった特殊性は進化を意味する。進化は無から有へ、基地から未知へ。待って、それ長くなるやつよね。私は興味ないわ。人も見つけたし、私はここで失礼するわよ。あ、こいつに聞きたいことはないのか。おーい、変わったやつだな。シスターロサリアがここまで案内してくれたようだね。礼を言いそびれてしまった。ところで、君たちはわざわざ僕を探しに来たのかい？おう、モンドで宿
会ってな、お前の力になってほしいって言われたんだ。なるほど、彼女が君たちを紹介したのか。では僕の推測が正しければ、君が話題のあの栄養騎士なんだね。流祭での君の働き、元素力に対する理解、それからいろいろと不思議なところも耳にしたよ。結論から話そう。可能性は一つ。よかった。君の協力があれば僕の研究も大きく進むはずだ。あ、すまない、戸惑ってるだろうね。どこから話そうか。待て、早速リカ。確かに言葉で説明する。例えば生命を目覚めさせ、この枯れた枝を再生させるんだ。そんなことできるのか。しかし特殊な種が必要なんだ。今の方法では全然効果がなくてね。君と同じ、それは別の世界のもので、それを咲かす方法こそ僕が直面している課題だ。君に助けてほしい内容でもある。お前ができないならオイラたちにもどうしようもないと思うけど。いいや、僕であってもこの世界以外の命を想像することはできない。でも同じ異世界から来た君を観察すれば、いろいろとは。どうしよう、なんか怪しくないか。まさか、君の安全は最大限に確保するから。善は急げ、場所を変えて研究を始めようか。アルベドと旅人、気が合うみたいね。あの二人はどちらも一旦モンドの平和に影響を与えるかしら。そういえば、わからない。錬金術を使ってテイワットにこの世のものではない命を目覚めさせることができれば、命の本質に対する僕の理解もより深まるはずだ。目覚めさせることができたなら、想像することも不可能ではなくなる。少し難しすぎたかな。いや、もう分かるぞ。ただ、オイラは目が出た後、何が出てくるのか。美味しい果実が実ったら一緒に食べようか。うん、約束だぞ。僕も子供の相手をしないといけない時があるからね。説明すると長くなるから、錬金術以外のスキルだと思っておいて。話を戻すけど、一つ目の研究は元素力に関するものなんだ。この世界のものは神の目がないと元素力は使えない。でも君は神の目を持っていない。なぜ君は自由に元素力を使えるか確認したい。いくつか質問をするよ。君は他の人にない器官を持っているかい？例えば二つ目の心。なるほど。では君の周りにいるちびっこは君の体とつながってるかい？その質問おかしいな。見ればわかるじゃないか。それとちびっこじゃない、パイもいた。外付け機関としての可能性を考えたまでだよ。君たちは見えない形でつながってるのかもしれない。ふん、
能性はなしということだね。ではパイモンが元素力を君に授けた可能性は、10メートルの岩を貫通する、もしくは清泉町の滝を逆流させるほどの元素力をパイモンが持っているという前提になるけど、ありえないか。まだ何も言ってないぞ。となると君の身体構造はこの世界のものとはあまり違いがないようだね。それなら実験であらゆる差異を研究するしかない。まずその正体不明の元素力がどうやって流れてるか見てみよう。スライムを集めてくるから慣れた方法でそれらを倒してみてくれ。そんな単純な方法で観察するのか。良い実験とは直感的で明瞭であるべきだよ。それにこれは簡単な研究に過ぎないから。もちろん簡単すぎると思うなら同時に6体の純粋精霊との戦闘に変えようか。スライムでいいぞ。さあ準備をして、スライムが来るよ。料理の時間だよ。話が通じないならただ困りでしょ。怪我をしてたら応急用の薬剤を持ってるならいい。僕の観察、外への流れにも内部の流れ、簡単だよ。錬金術でもし元素力を生理的な形で君の体内に保存蓄積できるなら元素発ここは大丈夫。全て正常なら一時的に調子が正常じゃなかった。万が一のためにちゃんと準備はしておいたから心配ない。うん、リスクがないわけじゃないけど異常の早期発見にもなるんだよ。そう理解していいと思う。聖銀鉱という鉱石でね、僕の拠点に案内するよ。順調にいけばあんまり安全には思えないけど、道中探してみようぜ。元気出せよ。触媒にふさわしいね。
なら少し処理を加えれば使えると思うよ。先が僕の拠点なんだ。案内するよ。ここが僕の拠点だよ。さっき集めた材料はすでに薬剤の調合に使わせてもらった。調合が完了するのを待とう。ちょっとこっちに来てくれるかい？こちらは助手のティマイオス。モンドで会ったことがあると思うけど。こんにちは。実験データをもらってすぐそれをボードにまとめて貼っておいたよ。あ、こんなに。スライムと戦っただけでこんなわかるのか。わかったというか、ほとんどが推論と僕の推測だよ。最も合理的な方法は旅人とスライムの系統学的関係、つまり類似性を。ほら、君は神の目を持っていないのに元素力を使えるだろ。スライムも同じだからさ。この方向性から手がかりを探せばきっといろいろと収穫があると思うんだ。その切り口に問題はないけど、厳密に言えばスライムは元素生物、すなわち元素そのものだよ。どちらかというと給湯樹やトリックフラワーの方が近いと思う。しかし動植物の関係となると世界の原初まで遡ることになる。その角度から見ると少し難しすぎると思わないかい？確かに先生の言う通りだ。それにデータの一番上に書いてあるけど、この旅人は異世界の客人だ。もしこの世界と系統学的関係があるなら、かえって研究価値のある課題になるよ。ああ、確かに。データをもらってつい興奮してしまっていた。今度は気をつけます。そうだ、僕はしばらくここでデータを分析することになる。実験結果を知りたいなら僕のところに来るといいよ。あ、ここは君に任せたよ。薬剤はもう完成したようだ。試してくるから、問題がなければ君にも飲んでもらうよ。うん、予想通り飲めるよ。飲むときは焦らないように。気分が悪くなったら深呼吸して。通常なら拒絶反応を引き起こすんだ。
内部の流れが順調なら一時的な不快感に耐えればいい。他の影響はないよ。つまりお前は気分が悪くなるのを知った上でそれを飲んだのか？僕が作った薬剤だから僕から試すのが筋だろ。もちろんさ、君は僕の協力者。君にリスクを背負わせるわけにはいかない。とにかく結論から言うよ。元素力テストにおいては君はこの世界のものと同じ。特別なところはないよ。もっと特別かと思ってたのに。特別よりも普通の方がいいと思うけどね。特別は普通のメリットは周りは君と同じ。君を理解できる人が多くいること。同じだから互いを理解し思いやりや励まし支え合うことができる。病気になった時も他人と同じだから診断しやすい。何かあっても他人と同じだから経験談を聞くことができる。でも特別な人はそういう当たり前を体験できない。命の本質から違いがあるからね。例えば人類は爆炎樹や強風のコアの生活を、とにかく実験の結果はいいものだった。少なくとも君は安心してその元素力を使うことができる。ティマイオス、新たな実験結果が出たよ。まとめてくれるかい？はい、任せてください先生。さっき先生からヒントをもらって僕の考えの狭さを改めて思い知りました。君を動物だと決めつけるのは慎重な判断ではなかった。でも君を元素生物だと検証することから始めれば。ふん、面白い考えだ。細かなところは僕が判断するより君自身で研究した方が良さそうだね。はい、必ずみんなを満足させる結果を出してみせます。落ち込むどころかやる気に満ち溢れてるな。真面目だと言うべきか、それともアルベドの口がうまいと言うべきか。では次の研究に入る前に準備があるから少し待っててほしい。興味があるならここを見学してみるといい。時間を潰せるだろう。ただいま。何か興味をそそられるものは見つかったかな？気にすることはない。とにかく異なる世界には、例えばテイワットでは、しかしただ一人のみがだから、元素の他に、それとも前みたいに実験で検証する必要があるかい？いやいや、
今回は簡単だよ。そこに柱がある。念力でそれを折ってみてくれ。オイラでもできっこないよ。すでに試したことがあるのかい？そうだ、元素力で料理したことは。それで料理が美味しくなるか気になるよ。それとも他人が気づかないところに好奇心、バター魚焼きを作ってほしい。準備ってのはレシピの。僕は普段よくこれを食べる。絶対にお腹空いてる。でも美味しいものを作るならオイラは反対しないぞ。おお、さすがオイラの相棒だな。では頼むよ。食べきれない場合はティマ。オイラがいるからそんなの心配な。どうすれば元素力を料理に入れられるんだ。さっきあいつが言った念力でか。というかそれを思いつくこと自体すごいと思うぞ。できたのか。ふん、普通僕が楽しみにしてた増殖現象はなかった。どうやら君の世界でも食べ物に困らないわけではないようだ。いや、この世界の法則が君の特殊能力を制限してる可能性は。まず調味料のように元素力を料理に入れる方法がわからなかったよな。大丈夫、少なくとも美味しい料理は無駄にならなかったんだから落ち込むことはないよ。さあ、これはパイモンの分だ。ゆっくり食べて持ち帰ってくれてもいい。やったー、覚えてくれてたんだな。実験中パイモンはずっと君の心配をしてた。きっと君の大事な友達なんだろうね。そういう心配が役に立つかどうかは別だけど。おい、オイラの悪口を言うなよ。でも美味しいものをごちそうしてくれたから許してやるぞ。オイラたちの仲を羨ましがる必要はないぞ。お前にも友達や生徒たちがいるだろ。そうだね、僕は運に恵まれてる方だね。それより次の実験に移ろうか。錬金術の道具は種類が雑多だし、その保管方法は実に難しい。少し前にあるアクシデントで僕のコレクションが地面に散らばったことがあるんだ。そのほとんどは見つかったけど、風象徴の元素抽出物と無双の雷の粉末がどうしても見つからない。ご飯を作った後は落とし物。もともと作り直すつもりだったから大丈夫だよ。ただ君に暗視や振動感知などの超能力があれば、君たちが見学した場所のどこかにあると思う。じゃあやってみるか。
つけてくれたんだね。ありがとう。落とし物探しも、雪山で僕を探したのも、幻想視覚を使った。そうだね。うん、超能力みたいなもんかもな。残念ながら、確かに幻想視覚は珍しいけど、テイワットにある能力だよ。聞いたことのない異世界の超能力だけ、僕の研究に役立つんだ。つまり、苦労が水の泡ってことだな。そう落ち込まないで。それも想定内だよ。それに落とし物を回収できたし、価値のある実験だった。落とし物に元素力があると思いついたのも賞賛に値する。さて、今までは異世界の違いを研究してきたけど、次は君の人類としての肩書きに関する研究を始めよう。人類の個体差は知能と身体能力から調べられる。まずは身体能力から始めようか。ここからスクロースが何をしてるか見えるかい？では平地からあちらの崖にジャンプしたら見えるかい？では目の前の山を破壊したら見えるかい？それなら少し簡単なことからしようか。質問より身体能力の実験にふさわしい。ここから飛び降りろとか言わないよな。どうだろうね。君たちにもっといい方法があればやめるよ。どんな方法でも構わないから、下の湖の向こう岸にたどり着けば実験完了だよ。かかった時間と最高速度をもとに分析と比較を行う。湖の向こう岸、つまり雪山の湖を泳げってことか？条件を設定しないとき、人は本当に最も合理的な方法で目標を成し遂げる。雪の中の湖に耐えられないと思う人もいれば、こういう寒さが好きな人もいるからね。君たちがどんな選択をしたとしても、実験の一部だし、僕にとってちゃんと価値のあるものだ。では頼むよ。条件を設定。雪の中の君たちがどんな選択をしたとしても、実験のではた。悪くないね。兵器迅速。驚いたよ。さすが噂の旅人。でもずっとオイラたちについて。僕実は錬金術を使って少し楽をしたんだ。もしテイワットの法則が君に影響を与えてないなら、
異世界文明に対する推測をいくつかできる。逆にテイワットの法則が君に影響を与えたなら、影響がない場合の変化を推測することができる。その中に含まれた可能性は実に面白い。何度も味わう価値があるよ。しかし、お前の研究の役に立つのか？僕を困らせた問題は解決したよ。拠点に戻ったら、君たちに面白いものを見せられるはずだよ。その話をしたら、君は様々な変わったものと同類になるけど、それでもいいかい？黄金、石化古樹、通常の8倍の太陽。本質を探求する過程は人を夢中にさせる。残念なのは、そういう夢中になれる時間が常に短いことだ。僕は僕の全てをかけても構わないけど、サンプルは限られてるからね。未知が徐々に基地になると、そういう面白さも消えていく。最後はどれも夕暮れの実やスイートフラワーのような存在になって、時間をかける価値もなくなる。だからあのヒルチャールの絵にもあんなに違いがあったんだな。あ、僕はあの時、時間をかける価値はないと言っただろ。僕にとっても興味がなかったからね。じゃあこの実験が終わったら、オイラたちもあんな風に、ただのラフ画になるのか？それなら心配ないよ。君たちは僕の協力者。この恩は忘れないさ。さて、拠点に戻る前に最後の項目、知能に関する実験を終わらせようか。ついてきて。向こうにある遺跡に行くよ。途中で君はたくさんの謎に出会ってきただろ。身体能力テストと同じで、僕は実験を通してこの遺跡を探索した後、君、この遺跡の両側にはそれぞれ謎があり、身体能力テストの時と同じ方法の制限はない。さすがベテランの冒険者だ。さて、あと
洗礼は雪山ではよく見られる。どうやって洗礼をいるべき場所へ導くかは君次第だよ。少し複雑だから慎重に解いてみて。
中央にある装置を起動する条件はクリアしたはずだ。一体何が起こるのか、僕も楽しみだよ。おいらの仕事が奪われてるわ。おや、水位が急に下がったね。これで水の中のものをじっくりと調べられるはずだ。行ってみよう。知る限りこれは文字だよ。解明されてないところがひとまず書き写し、はあ、またわからないものが増えたな。こんな変わったテストや実験で一体どんなことがわかるっていう。結果を得るには今回かなりの収穫があった。僕は先に拠点に戻ってる。君たちが戻ってくる頃には奇跡の瞬間を見せることができるはずだ。こんなに苦労したんだし、他に用がなければ。そう焦らないで。まだ危険は排除され。あ、もう、ま、もちろん。君たちと警戒心がないのか、それとも単に彼の独特な思考とフレンドリーな態度に騙されたのか。見知らぬ人の指示に従って正体のわからない単純というより君、やっぱり警戒心の強いシスターだな。アルベドのことはどうでもいいわ。彼のことは私が気にしているのは一つだけ。嘘だろ、全然気づかなかったぞ。それに彼のような錬金術師は気づかれるようなヘマをしないもん。とにかくその脅威を。何するつもりだ。案外冴えてるわね。君たちが触れてきたものに危険がない。他のものはすでに調べた。あの不満でしょうね。うん、でも一応念のため、この不問いいでしょう。君たちこれで万事問題なし。最後に忠告しておくわ、異邦人。アルベドのことを何でも信じないこと。考えなしに行動しないように。もういっ、モンドじゃ彼女みたいな人珍しいよ。ちょうど結論が。しかし戻ってくるまで結構時間がかかったね。結論から言おう。今日でも全体を通した初歩的な結論なら教えられる。そんなの一目見ればわかるだ。あれだけ苦労したのに。まあ焦らないで。君たちにとっては当たり前だけど、この世界にとっては当たり前のことなんてない。こういう可能性は考えたことあるかい？テイワットという世界、この世界の法則を話しただろう。
君が無事に僕と会話してることは普通に見えるけど、本当は奇跡だったりするかもしれない。なぜなら君と同じよそから来た命、僕が話した種は、しかし君の命を真似して錬金術に新たなインスピレーションを加える。この世界でない命。おや、いっぱい苦労したから永遠に咲いててくれるもん。命というのは多種多様で自由なものだよ。短い命が必ずしも悪いことではない。わかるかな、僕が言った僕たちの会話は奇跡。あ、急に、おい、げ、それにアルベドもたま、ありがとう。孤独をなくすことは必要だと思ってないけど、君が協力してくれたおかげで僕は花を咲かす可能性、いや雪山で、今後もし必要があったらまたお願いしてもいいかい。それなら。実験結果は普通だって、瓶の底に現れないはずの淀みがあるのは、国土を吸えば汚れ、白亜を吸えば無垢になる。君も僕も未来が二、もしいつか暴走する僕が君が止めてくれることを。もしかしたら他の冒険者が近くにいるんじゃないか。同じ冒険者として気になるな。雪山で奮闘している姿を見に。